ジャーマンタウンはアメリカ合衆国メリーランド州中央部モンゴメリー郡に位置する国政調査指定地域で当主だったウォルター・ジョンソンが現在セネカバレー高校がある場所の農園を購入した。ジョンソンは落農場として活用し5人の子供と自分の母と共に住んだ。妻は死んでいた。ジョンソンは1946年に死去した。リバティミルでは リバティのやり方を供給するをスローガンにしていた。発揮のサイロがあり、メリーランド州では2番目に大きな製粉所となり、第二次世界大戦の時はアメリカ陸軍に小麦粉を供給した。コーンミールや家畜の餌も製造され、工場の店舗ではパンケーキやマフィンのような特殊混合品が販売された。 アメリカ合衆国原子力委員会1958年アメリカ合衆国原子力委員会がワシントン DC 中心外からジャーマンタウンに移された。これはソ連から核攻撃を受けた場合にワシントン DC から十分離れている場所だと考えられたからだった。この施設は現在アメリカ合衆国エネルギー省の管理ビルとしてまたその生物学環境研究事務所の本部として 使われている。初期の開発とマスタープランマーシャルデイビスが、週刊高速道路2 7 5号線と、ジャーマンタウン道路が交差するところにある農園を所有していた。週刊高速道路2 7 5号線がその農園を二つに分けた後、デイビスは1955年にその残っていた土地を、国際開発者に1エーカー当たり、約1300ドルで売却することにした。 1964年、フェアチャイルド、ヒラー社がその土地を1エーカーあたり約4000ドルで購入し、その4年後には工業団地を建設した。1959年、ハリー・アングルシーとその家族がホイールズミル道路近くにあった農場を1エーカーあたり1000ドル足らずで売却した。まもなく他の農夫たちもその所有地を開発業者や投器家に売却した。 1967年、ジャーマンタウンマスタープランが策定された。広さ17平方マイルの地域に策定された。その計画は密度の高い中心街と密度の低い周辺地域を含んでいた。1974年、モンゴメリー軍軍政委員会は、モンゴメリー軍企画委員会が作成した修正計画を承認した。その修正計画には、 中心街と6つのビレッジが入っており、それぞれが学校、商店街、公共施設を含む小さな地区で構成されていた。また、中心街近くにモンゴメリーカレッジの3番目のキャンパスを建設することも上がっていた。1970年代、第二次世界大戦中のドイツ人ロケット科学者、ベルナ・フォン・ブラウンが、ジャーマンタウンに事務所がある。 航空機メーカーのフェアチャイルドに入った。エンジニアリングと開発を担当する副社長という肩書きだった。フォン・ブラウンは1972年7月1日から1976年末までフェアチャイルド社に在籍していた。第二次世界大戦終戦後、リバティミルは破産的な状況になっていたが、1971年に放火によって破壊された。 1974年、下水道の完成により、ジャーマンタウンは発展し成長するようになった。モンゴメリーカレッジモンゴメリーカレッジのジャーマンタウン、キャンパスは1978年10月21日にオープンされた。当時、建物が2棟、従業員24人、学生数1200人だった。2003年には、学生数が5000人にまでなり、 4つの建物に80人の従業員が働くようになっていた。宇宙を回る衛星から地球の形をした高性給水塔が見られた。2008年40エーカーのバイオテクノロジー研究所が完成した。経済成長1980年代初期からジャーマンタウンは急速な経済と人口の成長を経験し、タウンハウスや一戸建て住宅が増加し、 都会化されたタウンセンターが作られた。1986年、郵便番号の単位で、ワシントン DC 都市圏とメリーランド州では最も成長速度の高い場所となり、1980年代の人口成長率は323.3%となった。2000年、アップカウンティ地域サービスセンターがジャーマンタウンでオープンし、 1>, 1階の床面積16000平方フィートの部分は数年間ジャーマンタウン公共図書館に使われていた。2000年メリーランドサッカープレックスがジャーマンタウンでオープンした。このスポーツ施設には天然芝サッカー場19面、人工芝サッカー場3面、5200席のスタジアムには照明施設と記者席、バスケットボールコートとバレーボールコートの双方に、 使える屋内コート8面がある。ミニゴルフコース2つ、ゴルフ練習場、水泳センターもある。この施設は現在全米女子、サッカーリーグのワシントンスピリットが本拠地にしている。2001年3月、ジャーマンタウンで唯一の映画館、ジャーマンタウンコモンズショッピングセンターにあるソニー6が閉鎖された。これは、 ローズ・シュネプレックス・エンターテインメントが国内の映画館112館を閉鎖したものの一部であり、ジャーマンタウンには映画館がなくなった。その結果、地元住民はケントランズの映画館やゲイザー・アースバーグの座料に通うことになった。それから1年以上経った2002年5月3日、ホイツ・シネマ14、現在のリリガルがジャーマンタウン・スタジアム14をオープンさせ、 サイド町に映画館ができた。靴の小売店 DSW が元ソニー6のあった場所に店を開いている。2002年6月、ステープルズとベストバイが同年秋にジャーマンタウンのマイルストーン、ショッピングセンターで店を開くと広報した。ベストバイは2001年に会社の解散に伴って閉店したホーププレイスの後を受けた。2007年、ジャーマンタウン公共図書館が アップカウンティ地域サービスセンターから現在の場所2900万ドルをかけて移転した。現在はジャーマンタウンタウンセンターに近く床面積44193平方フィートの独立した建物である。ジャーマンタウン中心街のメリーランド修道118号線とミドルブルック道路の交差点2008年1月撮影2002年に開店したジャーマンタウンのベストバイ。 2014年10月撮影2000年国勢調査によれば、ジャーマンタウンの人口は55,419人だった。その10年後の国勢調査では55.9%、成長し、86,395人となっていた。2011年8月14日、中心街のコンビニ店セブンイレブンがフラッシュモブ、強盗の犠牲になった。40人近い人々が店に入り、 商品を掴んで逃げ出し、代価を払わなかった。この事件は国内でも海外でも広く注目を集めた。2013年9月29日、アップカウンティ地域サービスセンターがシドニー・クラマーアップカウンティ地域サービスセンターと解明された。クラマーは1986年から1990年までモンゴメリー軍の行政官だった。2014年10月、 ホリークロスヘルスがモンゴメリーカレッジのキャンパスに床面積23万7千平方フィートの病院を開いた。この93床の病院は地域に5000人分の職をもたらすものと計画されている。アメリカ合衆国エネルギー委省がジャーマンタウンに生物学環境研究事務所の本部を置いている。アメリカ合衆国原子力委員会はワシントン DC 中心街の場所から ジャーマンタウンにあるエネルギー省ビルに移転した。これはソ連がアメリカの首都を核攻撃した場合に備えたものだった。ワシントン DC が核攻撃を受けた場合もジャーマンタウンなら、その悪影響を免れるだけ離れているとみなされた。その施設は現在エネルギー省の管理事務所として運営されている。ミッドアトランティックフェデラル・クレディット・ユニオンのジャーマンタウン支店。 2014年5月、撮影ジャイアントフードの店舗、2013年9月、撮影ショッパーズフードファーマシーの店舗、2013年9月、撮影ライブラリーシステムズサービシーズ、クイアゲン北アメリカ、アースネットワークシステムズインク、デジタルレシーバーテクノロジーインク、ヒューズネットワークシステムズが、ジャーマンタウンに本社を置いている。ワブテック、ゼロックス、 ゼネラルエレクトリックアビエーション、ウェザーバグ、プロキシアビエーションシステムズが、ジャーマンタウンにオフィスを構えている。セネカクリーク州立公園のクロッパーコ、2002年10月、撮影ジャーマンタウンは、北緯39度11分、整形77度16分。 北緯39.183度成形77.267度、39.183-77.267に位置し、標高は約428フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は10.9平方マイルであり、このうち陸地10.8平方マイル。 水域は0.1平方マイルで、水域率は0.46%である。ジャーマンタウンは温暖湿潤気候帯にあり暑く湿気けた夏と、冷涼な冬が特徴である。年間を通じて降水がある。ピードモント大地の滝線上にあり、南や東にあるワシントン DC やシルバースプリングの街よりも気温が幾分低い。夏の午後は雷雨が多い。 7月が最も暑く平均気温は下肢77度である。冬は天候が変わりやすく散発的に雪が降ったり長雨があったりする。1月が最も寒く平均気温は下肢33.5度である。年間平均降水量は40.36インチである。2013年の推計人口は9万676人である。 一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。ジャーマンタウンの公立学校はモンゴメリー軍公共教育学区が管轄している。モンゴメリーカレッジはモンゴメリー軍で最大の高等教育機関であり、ジャーマンタウンにキャンパスがある。メリーランド地域通勤鉄道ジャーマンタウン駅2012年7月撮影。 ミドルブルック道路とリッチクレストドライブの交差点、2013年9月、ジャーマンタウンは、週間高速道路270号線に2分されている。メリーランド地域通勤鉄道のブランズウィック線に、ジャーマンタウン駅がある。この路線は、CSX トランスポーテーションのメトロポリタン支線を、使っている。駅ビル自体は、リバティミル道路とメートニーヒル道路の角にあり、 1891年に、ボルチモアハイオ鉄道のために、イーフランシス・ボールドウィンが設計したものを復元した。最初の駅は1978年に放火で、焼けてしまい、その後に再建された。モンゴメリー郡の公共バス交通体系である、ライドオンが、ジャーマンタウンの交通センターを主要なハブとして二重路線を運行している。 ライトレールのランジットウェイを計画中であり、完成すれば、ゲイサーズバーグ近く、シャディグローブ駅で、ワシントンメトロのレッドラインに接続し、北のクラークスバーグまでがつながる。ブラックロック芸術センターで演奏する、アメリカ海軍のバンド、2009年8月1日、同場ブラックロック芸術センターが中心街の、ジャーマンタウンタウンセンターにある。このセンターは、 毎年秋に開催されるジャーマンタウンオクトーバーフェストを開催し、伝統的なドイツ民謡、ロック、ポップなど様々なジャンルの音楽を提供している。ハーモニー・エクスプレス・メンズ・コーラスは、ジャーマンタウンを本拠地にする男性4部のアカペラコーラスグループである。バンドのクラッチもジャーマンタウンの出身である。スポーツ施設のメリーランドサッカープレックスが、ジャーマンタウンにある。 この施設は現在全米女子サッカーリーグのワシントンスピリットが本拠地にしている。また、アマチュア、大学、地域のサッカー競技会も開催されている。ジャーマンタウンでは週刊誌のザガゼットが発行されており、また、ジャーマンタウンパルスというニュースと情報のウェブサイトもある。ありがとうございます。